今年のジャイアンツは、はいはい、まあ、もう優勝しか考えてないですよ。いや、もうそうしたいですね。パ・リーグはパ・リーグは僕やっぱソフトバンクだと思います。そうですね、やっぱ選手がいますよ。僕これもう何回も言ってるんですけど、2軍戦見てたら和田投げる、バンテンハーグ投げる、加山が投げた、あれみたいな、これお前1軍じゃんみたいな、バッター中村が出てきた、みたいな、すごいっすね。いや2チームできるぐらい。いやそうだな、やっぱり本当にもうそう熱いっすよね。高橋が投げた、プロ入り初勝利した、次の日2勝利してましたからね、県立優勝。そうですね、2015年、ああ、はい、いやだから2連勝して半端ないですよ。すで日本ハムが心配ですよね。ちょっとあれは今年は強いかなと思ったんですけどね、やっぱ栗山監督は結構ね考えてますよ、でペースも、チームのペースも、ここを試してる期間だ、試した期間があって、あこっからこうだねっていうことも考えてるんですよ。でそういうことで良、ね、かったんですけど、噂が怪我したでしょ、これがね計算外だったんですよ。高梨じゃないですか、高梨さんは。そうですね、高梨もそうですね。だからそういう意味ではちょっと計算が崩れてきてるんで、そこら辺が心配なんですよ。僕対抗馬は日本ハムだと思うんですね。でもやっぱこれソフトバンクがいくかなって、で西武が中継ぎが良かったら多分勝負になります。あ朝村の方も打ちますよ。打ちますもんね。友崎か。友崎が良くなってきてるから、ね。だから1、2番がいいでしょ。出塁率がいいし。で、森が勝負強いし。だから穴がないんですよ、結構。中村もいいし、みたいな。だから、ピッチャーがいいですね。ピッチャーですか。どうですか、150キロ投げて。いや、投げたいっすよ。夢にまで見るんですから、150キロ投げてる。何回もそれ起きるんですか。150キロ投げれることはもうないですよ。これあのちょっと僕の理論の最後にですから、はい、下ネタになっちゃうんですけど、いいですか。大谷翔平が、はい、俺なんで160キロ出せるのかなと思った時に、大谷翔平って絶対浮いたのさないじゃないですか、はい、そういう女性、はいはい、にしたことないと思う。一回もだから肩を俺らはもう中学校の時覚えてから肩勝利しまくって肘と肩をのせいであれ本当に一回もないからここに負担が負担かかるから、もしかしたら俺もしなければダメ。僕の理論はそればっかりやってるからインナーマッスルが鍛えられる。逆に人より多いっていう感じにはどっちかですね、どっちかですね、どっちかも両極端、どっちかですね、どっちもやるっすね。